い。もう何回目だ、わかんないな。もうね、79とかですよ。うわ、ああもうそんなになる。それはなりますよ、皆様。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。さて、何を話せばいいんだい。そうですね、まず1年を振り返ってみましょうかね。はい。はい、となると、今年は…今年1月からですね。そうですね。はい。1月から数える全部。1月何があったかと言いますとですね、あれですよ、あれ。新しい…そう、はい、新メンバーが3人入りましたね。そうですね、一番覚えてることだったのに、すっかり…もうあ今、当たり前のようにいるからさ。あんまそんな感じしないんですけど、松浦りみちこさんと、栗田りあさんと、はい、山田まさるさんが、はい、しばらくテゴールに参入という、はい、大事件が起きました。濃い3人がまた入ってきたな。テゴール数年前まで数えるぐらいしかいない。片手でいけた。片手でいけたね。もう大状態になってきたね、やっぱりね。そんなこんながありつつね、はい、12人になりまして、はい、6月ですね、はい、アジサイネジの参加。え、そらそらですね。メインタイトルじゃねえ、サブタイトル出てくるのどうなの。あなたはもうそもそもいい役どころだったよ。そらことアジサイとネジの参加というね、はい、第11回そうですね、はい、本公演ございまして、ございましたね、もうたくさんの方に来ていただいて、はい、ありがとうございました。斉藤優は主役ですからね、まさかのね、まさかのね。びっくりだよね、なんかチラシのど真ん中になんか優くんの顔2つあるけどどんな意味なんやろっつって、ね、そんなやってるやつと、あともう一個風に吹かれてる感じの、ね、風に吹かれてるっていうか実際撮影現場風に煽られてるね、寒かったもんね。寒かったね、真冬の海にあれ撮影行ったんすよ。そうなのね、2月ぐらいに2月、そう2月ね、葛西まで行ってね、わざわざ葛西臨海公園で撮る必要があったのだろうか。そうで夏服持ってきてくれっていうか、ね、寒い中夏服着てさ、そう寒かったのに全く使われない。申し訳ないけど俺となんか当日やべえなこの劇団としか思わなかった。あれ以来も外はなくなりましたよね。なくなりましたね、はい、ということで塊、まあ、紫陽花と塊、が、まあ、今年のテコールの活動でしたね、はい、そうですね、 あるじゃん他。え、なんですか、まだありましたっけ。 SF 祭やりました。 SF フェス、うん、ね、参加しましたね、満を持して、うん、俺出てなかったのになんで出てちゃった。ちょっと飛びましたけどね、その味ネジが終わってね、まあ、塊、はい、メンバー公演初のメンバー公演でね、無事にやらせていただきまして、まあ、無事終演いたしまして、はい、その俺もまだしていないという不義理をしてしまっている我々でございますので、しゃべくり堂という名がね、久しぶりに集まったのが塊の前説だったからね。そうですね。そうだったね。この場をお借りして我々から、皆様にお礼を申し上げたいと思います。はい、なんかありがとうございますか。そうですね、はい、まあ、ありがとうございましたと素直に伝えれば、素直な気持ちで、ね、素直な気持ちが大事です。はい、ご来場いただき、そらそら、何で、もういいかな。じゃあ、そうですね、芝居曲テコールメンバー公演、塊、無事終演いたしました。はい、ご来場いただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。あー、もう本当に、いやなんか塊の思い出とか話します。塊の思い出、塊の思い出、まあ、ダンスね。ダンス、そうあったもん、完全に忘れてた今ちょっと。まだ踊れるよ。ダンスも初だし、歌も初だしね。そう、団体的には初めてですからね。そうね、ただだって何、歌って踊るってもう、うん、かなり飛び越えて、うちら頑張ってたよね、初めて尽くしだったよね。だってまあ、うちら入ったのもさ、結構、2年前か、そうですね、そう2年前で、今年になってメンバーも増えて、でテコール自体でも初メンバーだけの公演、ね、はい。で、歌あり踊りあり、うん、笑いあり涙あり。それいつも知ってた。今回涙してたの伊藤さんぐらいじゃないかな。そうね。いや、まあ、でもよくできたね。ねえ、すげえ楽しかったですね。だってさ、こんな言い方するのもなんだけどさ、テコール別に美男美女揃ってるわけでもないからさ。まあ、残念ながらね。残念ながら。おっさんと中年のおばさんどもが。中年はないでしょ。でも
もさ、いい年こいた人たちがなんかね、かっこよくもないのに歌って踊って誰とこなんじゃん。もうそれが面白いとはね、まあね、まあ、一生懸命やってるなんかおじさんたち見てくれたら下手にもじもじするよりはバーンって格好してたので、逆に笑ってもらえるんじゃないかと思ってね。まあ、そんなのがありつつも、はい、でまあ、それが終わってすぐにさ、さっきお話してましたけど、はい、SF フェスですよね、うん、稽古期間なんて言ったら1週間あったかなかったもん。そうだね、まあ、ご覧になった方は分かると思うんですけども、去年の雪のフロートっていう作品の中にある、はい、千葉真央とっていう、そうなの実はそうなんです。雪のフロートがね、秋冬春、夏、秋、冬。なんで秋、冬って春、夏、夏が最後、夏が最後。夏、お前メインだったじゃん。そうそうそう、メインとは言わないけど、メインだったじゃん。出てたね、俺ね。いい飛び道具だったよね、セミだけに。そうそう。そうね。はい。でね、その秋のお話をね、はい、やらせていただいたわけですけどもね、はい、まあ、結果から言っちゃうとですね、テコール、大賞いただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。びっくりだわ、俺もう、LINE、見た時がさ、あの自宅で一人だったんだけど、わっしゃーっつって喜んだからね。まあでも取れてよかったね、ほんまにそうです、うん、まあもちろんね、他の団体さんでね、面白い団体さんもありましたから、もちろん話だけ聞いてるからすごい見たかった、ね、まさか、うん、我々が取れるとは、あえてホラーでしたからね、うちらの作品が。テコールの活動としては最高の終わり方ですね。終わり方ですね。そうだね、本当に。はい、それですね。はい。じゃあ、そろそろお別れの時間というわけですね。あー、もうそんな感じですか。ですね、はい、あー、でもなんか、がっつり久しぶりに3人で喋ったね。そうだね。ちょっとカメラ回ってないところでワードウルフやろ。あー、いいね。じゃあですね、今年最後の放送となりますけども、はい、先ほども、お伝えしましたが、はい、2018のテコール、ご声援ありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来年もですね、いろんな形で皆様のお目にかかる機会、はい、たくさん増えていけるように我々精進していきたいと思います。来年も、よろしくお願いします。まあ、これあえてノーカットでいこうね。やっぱこの3人ダメなんだな。大丈夫ですか。はい、もう心の準備は、ね、してきてますよ。いつでも言えますよ。じゃあ締めますよ。2018年締めるよ。はい、いいですか。2018年締めましょう。はい、それでは2018年最後の放送です。どうもご視聴ありがとうございました。また来年、バイバーイ。